株式会社 AI によるデモ音声です。写真拡大。野村ヤクルトが1995年の日本シリーズ第5戦を制し、2年ぶりの日本一を決めた祝勝会場。株式会社 AI が提供するデモ音声です。ある選手の夫人の口から耳を疑う言葉が飛び出した。株式会社 AI によるデモ音声です。日本一は嬉しいけど。株式会社 AI によるデモ音声です。今年はイチローくんに勝たせてあげたかったわ。株式会社 AI によるデモ音声です。咎めるでもなく、それにうなずき合う奥様集団。株式会社 AI が提供するデモ音声です。あの衝撃の光景は今も記憶に鮮明だ。株式会社 AI によるデモ音声です。事実、この年のシリーズは戦前からイチロー一色だった。株式会社 AI が提供するデモ音声です。当時オリックスの本拠地だった神戸が1月に大震災で被害を受ける中、前年に20歳の若さでシーズン最多安打記録を更新したイチローはさらに進化して打者5冠を達成。株式会社 AI が提供するデモ音声です。チームの優勝とともにさらなるフィーバーが起きていた。株式会社 AI によるデモ音声です。敵地のグリーンスタジアム神戸、現ホットモットフィールド神戸で行われるシリーズ第1、2000に備えて神戸市内のホテルに泊まる頃にはヤクルト9も自分たちが今回は完全に敵役であることを悟った。これはデモ音声です。頑張ろう神戸の合言葉があふれかえり、異様なまでに高揚した街角の雰囲気に何をされるかわからないからおちおち外も出歩けない。株式会社 AI によるデモ音声です。パチンコにも行けないと震え上がったほどだ。株式会社 AI によるデモ音声です。この完全アウェーで初戦を取ったヤクルトは第2戦も8回に2対2の同点に追いつくと勝ち頭16勝を挙げた山部を投入。株式会社 AI によるデモ音声です。ところが先頭の福良、現オリックス GM の打球を照明が目に入った右翼の真ん中、ヤクルト前監督が後逸し無視三塁の大ピンチを招いてしまう。株式会社 AI によるデモ音声です。ここで山部が踏ん張って西を奪うと野村監督がマウンドへ。株式会社 AI が提供するデモ音声です。最高のボールを投げてみーと笑顔の激を受けた山部は活路を空振り三振に切って取り、延長11回の末に連勝した。株式会社 AI によるデモ音声です。このピンチは周囲が暗いので余計に照明が明るく見えるという神戸の球場に交流戦もない時代でヤクルト側が不慣れなために起きたものだ。これはデモ音声です。あれから26年経ち、神宮球場など大半の本拠地の照明が LED に変更される中、神戸は昔のままで今季も7試合を開催。これはデモ音声です。2018年に本塁打のビデオ判定で誤審騒動も起こるなど、今や選手から照明が暗くて見づらいと不評が出るのだから時の流れを感じる。これはデモ音声です。今年の日本シリーズ第1、2戦もオリックスがホーム。株式会社 AI が提供するデモ音声です。5年の球団合併後に本拠地とした京セラドーム大阪市で行われる。株式会社 AI によるデモ音声です。ただ第6、7戦は戦略のイベントがあって使えず、
オールドファンのノスタルジーを誘うように、26年前と同じ神戸を舞台に開催される。株式会社 AI によるデモ音声です。時の流れで余談を一つ。これはデモ音声です。日本シリーズで、ビジター側は相手の本拠地に近いホテルに泊まるものだが、1995年のオリックスは違った。これはデモ音声です。当時のチーム愛称を取り入れた親会社系列の都内ホテル、ブルーウェーブイン浅草を宿舎としたが、浅草から神宮までバス移動が渋滞で40分もかかり、選手からは大ブーイングが起きた。株式会社 AI が提供するデモ音声です。日本シリーズから遠ざかるうちに、愛称はバファローズに変わり、このホテルの運営も、オリックスの手を離れて、2014年からは、違う名前で営業している。株式会社 AI によるデモ音声です。塚沢健太郎。